はいどうもレオです。ポッチです。アサシンクリードブラックフラッグ第3回目、はい、いきなり殴られてるけどね。そうだね、見捨てて逃げたんだよね、前回ね。バタバタとしながら。あ、そうだっけ。そうどこ行った。悪いが見当もつかない。あいつは知ってるかもだが、砂糖どうでもよくて自分の荷物盗まれてめっちゃ怒ってるし。だからくそ。一緒に来い。尾行して地図を取り返す。俺の砂糖も？そうだったな。成り行き次第だ。お金絶対取る気ないよね。二人ともボロボロだからね。そうだね。でね、多分これ。そうだね、またチュートリアル的なやつで、朝栗でよくある初の尾行。あ、余計なことさえしなければ、はい、尾行するのね。うん。あ、で見えるんだ、鷹の目で。黄色い人？そうそうそう、黄色い人を尾行しようみたいな。静かに。下がってろ。シミュレーター分かれて奴らを混乱させるってのはどうだ。今日一番の名案だな。なんかさ、前作よりちょっと判定がガバガバになってる気がするけど。そうなんか今みたいにほら一回赤くなったらさ、すぐ見つかっちゃう。すぐ見つかってた記憶があって。そうだな、悪かったな。船長に引き止められたんだ。今回ちょっと優しくなってるのかなって思いつつ言ってたけど、メンドーサ船長があ、来るよ、なんか来る、なんか来る。とても会いたがっていた。来られなかったのはあ、この人違う人？この人違う人。あ、びっくりしたわ。あ、なんかすごいどつかってるじゃん。いじめられるみたいになるし、なんか追っかけられてるし、追っかけられるし。あ、見つかっちゃうよ。見失うし。そういう人たちでしょ？そうですね。で、これまあ1回目の失敗ですよね。さっきガバガバとか言っといて、尾行もまともにできない。さっきのところは通れないんだ。そう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 。これでね、ようやくね、気づいたの。通れないんだって。通れない場所もあるんだっていうことに気づいて、その反省を生かしつつ、なんか走っちゃったあの人って思って行ってみたら。あれ、今度誰もいないじゃん。そうそうそう。あ、優しくなったんじゃん、前みたいに入り口の近くにしてくれたり。そうそうそう、多分そういう感じでちょっとずつこう優しくしてくれてるんだろうけど、でもこういう兵士とかにもまあビビりながら移動してる。やっぱね、尾行っつってもね、尾行って言ってもね。離れすぎちゃうと時間がってくるんだ。そうそう、なんかね、見えなくなるとそこで時間みたいなのが出てくる。あったかもしれない、前もそれね。すごい速さで動いてないの人たち。そう、なんかね、見失ってるでしょ。うん、そう、多分ね、見失ってる。あ、いた。だから多分見えたタイミングで秒数消えてんだと思うけど、肝心な自分が見失ってる、自分が見えてない可能性結構あるよね。でもなんとか、そうだね、盗み聞きをする。そう、これもなんか多分前にもあったんだろうなと思いつつ、どっか隠れながら聞くんだよね。そう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 、なんかこの円の中に入りゃいいんだなと思いつつもさ、見えちゃうじゃんって。そう、どれくらいかかるんだ。船長のために一日潰す気はないぜ。近づいて。そうそうそう、これね、あれなんだ、多分もうなんかうまくいける気がしなかったから、この踊り子を雇った。しれっとそう雇って。タバコやラム、砂糖、やってみたんだけど、ああいい砂糖がたくさんあるぞ。昨夜僕はイギリス人から手に入れたんだ。これはいいね。イギリス人。バルバドスの砂糖だ。いい品だぞ。昨夜の戦闘の後、アスティールを貸してる。一人砂糖を残して逃げていったんだ。はわれちゃったけど。始めよう。カスティーリョまで彼に同行しようか。いや、メンドーサ船長はあんたに送るだろうな。大丈夫。おいおい、そこのけだものはメンドーサ船長か。いや、あれはエルティブロン、トーレス総督の護衛だ。思わず聞き入っちゃう。盗みとか言われる。何を話してんだろうね。全然ね、そう。またね、わけが分からなくなり、何したらいいのか分からなくなっちゃった。分からなくなって、とりあえず鷹の目見て、そうで、黄色いところ行けばいいのかなって思いつつも、あの黄色いところが藁だということに気づきなるほどね。あそこに黄色い人いたと思って、あれだと思って走って、そう、あいつあいつだっつって走ってる。このお金また雇おうとしたでしょ。雇おうとしたけど、結局あの時の剣買った時のさ、お金ぐらいしかさないから、まだね、ないから、全然ねできずで、ああでも結局ついてくんだと思って、ラッキーと思ってさ、あの前に多分一番最初にさっき雇った時のはまだお姉さんたちがまだね、そう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 、2人いたのね。なんか1人減ってる気がするけど、1人減っちゃったんだけど、今度鍵を盗む、そこからはいけないんじゃない。またこうボンって突き飛ばされちゃうよ。そうなの。でなんかさっきの踊り子さんをさ、いなくなっちゃったね。消しかければいいのかなと思ったら、いつの間にか多分なんかテンパってボタンを押してたんだと思うんだけど、解除しちゃったのかな。そう、あの消しかけてしまったんだろうなと思いつつ、知らない間に違う人にね、そう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 全く関係ない人に、関係ない人に、あでも上から行けるんだ、行けるんだって思いつつ、でも上にいるあいつに全く気づいてるからさ、あああ素手でいくの？ね、これね、多分ね、あの武器の切り替え方が分かってなかったの。あ、落としちゃった。落として勝ったって思ったんだけどさ、よくよく考えるとさ、そりゃさ、さっきこの下にさ、いるじゃない？うん、さ、この下に行って、そいつから鍵を盗もうと思っていたんだけども、そりゃさ、あの上からさ、人が落っこってきたらさ、外に出るよね、あいつね。そりゃ怖いものね。そう。これ降りた後に、まあそれはそうだろうなって思いながら。でもまた登って出るしかないじゃん。出るしかないなと思って、もうしょうがないからゆっくり。ちょっと探って。探って。まあちょっとお金手に入れてやったなと思いつつ。あ、でも、あ、私あの人あれかと思った。今違うんだね。あれは人形だった。こっちか。うん、そう、あれ多分ね、俺もその時ね、人形じゃないと思ってた。なんか見つかってるよ。でなんか見つかるし、またこれ煙玉でどうこうすればいいのかなと思ってたり、またレインゲルとドタバタし始め、そうだね、もう鍵どころじゃない、もう離れちゃうターゲットから。で一回離れたら体勢立て直そうと思ったら、なんかこれ離れたらさダメ、そうだねみたいなことさ、あ鍵持ってる人いた、言い出すしさ、じゃあ近づくしかないのかと思ってたらさ、いっぱい来て、なんか敵陣のど真ん中でさ、敵がすごいいるのよ。いっぱいいるね。うん、ドタバタだね。そう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 、もうね全然何したらいいのか全く分かんないし、離れちゃって、これ結局まあこれでね、まあ1回目の失敗で、まあ動画まだわずか3本ですけど何回失敗してるんだって話ではありますがまあでもね、まあ失敗して結構まあ初見じゃ無理っていうのもあるからねこのゲーム。そう、最初ねもうやっぱり、まあ、その1本目の時も言ったけど、綺麗にしようかなって思ったの、あたかもミスしてないかのようなね、全然もうささっとやっているかのように、これカットしてでもこの数だから、だいたいじゃあもっとすごい量、だいたいざっくり少なく見ても3倍はシンクロ解除は起きてると思っていただいてこれでも少なくしたよ、これでもうまく見せるように、そう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 、編集してるんだよ。見ていただいてる皆さんがイラつかないぐらいの量に長さに収めてるはずだけど、今見てる人がちょっとイライラしてるかもがそこに残れないよって。そうでも要はその3倍ぐらいシンクロ解除起きてるってことは、その操作してるこっちも結構イラついてる時もあるからこれやりながらもうって、そう結構イラついて困って、こうやって猫に癒し求めたりしてし、かわいい。そう、動物ね触れるんだよね。そうなんか一回なんかこうちょっとやってみた時にいろんな動物を触ってみた、ヤギとか。あ、そうね。鶏、なんかいろいろいて、あ、触れるんだと思って、あ、いたそう。犬とかね、犬とかも触れるしね。後半まあ動物飼ったりもしちゃうけど。あ、そんなこともできるの？確か。ペットとしてみたいな。いや、あ、ごめん、その飼うじゃない。あ、やっつけちゃう方の。あ、そんなことをやるの？そう、だって前もあったでしょ。あったっけ？そうで、これね、でこっちねそれはスリってあったなと思って。スリあった。したのしてるんだけど、またバカだからさ、結局スリしたタイミング、しようとしたタイミングがまた敵のど真ん中から。何やってるの？これさっき見た？見たこんなの。圧倒的な。センスのなさを見せつけてやった感じなんですけどスリも成功しないじゃん。そう、今のところねこいつ何にもできないんで、ね、で煙玉は何がすごいってなくなってるからね。あ、だから走ってんだずっと。もうね、ただのマラソン、絶望的な追っかけっこ。あ、本当だ、もうないなと思ったんですよ、でしかも今一回戦う素振りを見せ、一瞬だけちょっと距離を離そうっていうこの古速な手を。古速だよねつつすごいこのなるべく群衆の中に紛れればなんとかなるんじゃないかみたいな、こうまたほらそこにこういうね、隠れてんじゃないそれ今の。これなんとかなんじゃねえかって思って、いやだんだんいるな。それも多分ダメじゃないかな。半ば諦めてあ、でもできるか。そうね、なんかね、これねすごいんで、そう奇跡がねこれから起きるんですよ。鍵持ってるやついるじゃん。まさかの一人になった。あいつだけが勝手に一人になるっていう。あれ一人になったね。こもったね。こもったでしょ。で周り見たらなんか周りももうなんかね。もうどっか行っちゃったしね。こんな露骨にフードかぶってるやついたらわかると思うんだけどね。目の前にいたしさ。この人たちも真ん中にいたら超邪魔だろうね。喋ってんのに3人で。なんとね、ここでこの人はやっつけちゃってもいいってこと？でもすることも別にいいのか。あ、やっつけちゃう方か。もうここでスリとかしたらめんどくさいことになるなと思って、とりあえずこれさ、サブ目標戦闘状態にならないって書いてあるの達成したっぽいんだけどさ。達成したね。よかったー、うん、判定ガバガバだなって思いながらすごいめちゃくちゃなったけどな。うん、うん、まあまあでも一回もあれだよね、戦ってはないん、確かに。あ、そう、うん、一方的に戦うふりをしただけだもんね。追われてただけだから、まあ、戦うこともできないしょうもない感じの仕上がりになってるけど、今はまだ本当に、うん、どこのトイレに忍び込むんだ。多分ねこれだと思い言ったけども、結局そこもさ、もうほとんど周り真っ赤じゃん。うん、地図見るとね。そう、警戒区域というか地区というか、だったらいいんだろうって思いながらさ、とりあえず、あ、ここからなんだと思って忍び込むのってって気づいたわけですよ、うん、でこいつ邪魔だなと思ってようやくね、ここでね武器の切り替えをね知ったの。知り、うん、わら好きだね。もうねあれだよね、それしか方法がないんだよ。でもこんなに目の前でわらにガサガサ入ってたら気づくと思うんだけど、うん、それで口笛吹いてんだからね。そう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 、ほらほら、ちょっとだけ、え、誰に口笛吹いてんの今。わかんないけど、なんか多分嬉しかったのかな。最高やろうなきっと、うん、もういいね、いいね、まあ一瞬、そうですね、あのシーンチェンジが挟んだ理由はなぜかというと、何回かここをミスっているからですね。はい、話がね。ようやくいけたところみたいな。いっぱいミスってる。何回かミスってるのね。何回かもう当然、うん、やっぱりミスってる。あ、入ったね。忍び込みましたよ。これで、あ、そっか、砂糖を探すんだっけ。砂糖と荷物、自分の荷物、うん、結局ここから曲がれねえんだと思って、また同じような感じの道があったから、向こうにあっちにもあるもんね。壁にいるだ。壁にいるしさ。目標地点あそこなんだなって思って。うんうん。うん、あるね。でも中の方。そうだね。一番上でもなく中の方なのかな。危ない。でこれも。予想外のところに捕まっちゃうし、本当は中に入りたかったんだもんね。そうそうそう、ほら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 、あ、来た、怪しい感じ。そしていきなり見つかっているっていう。痛い痛い、切られてる。ああ、ほらほら、強い。なんか爆弾投げてくるしさ、危ない。よかったよ。このね、斧持ってるやつね。あれ、もう一人来ちゃった。何してんだって話だよ。またね。演目使って。そう。その間に切るという。まあまあ、でもちょっとかっこよかったんじゃない、今。まあ、そうだね。少しこう、片鱗というかね。何やってんのあのね、多分ね、テンパってるから、やっぱ、探るのに時間、ボタンを押しっぱなしにしなきゃいけないじゃん、うん、それがねやっぱねまだね慣れてないんだよね。連打したの。そう、連打して探りきれないでちょっとこうサワサワしてるだけみたいな。サワサワしてるだけ、うん、でアホだからこのタイミングで点火するっていうね。危ない危ない危ない。焦ったの、逃げたの。焦ってしかも多分隠れ場所も分からずわけのわからない動きをし、うんで戻ったら、多分上手い人とかは正解は多分ここでそうやっておびき寄せてる間にその後ろを抜けていくとかさ。そうだね、戦うために呼び出したんじゃないよね、うん、そうだね。忍ぶ気ないからねこいつね、今のところね。また見つかってる、うん、で探ろうとしたら見つかってるっていうこのなんだろう、この周りを見る視野の狭さみたいなのがねこれあれじゃない、また転化するんじゃないの、間違えてなんかね探った後になんか多分あれなんだよね、無双系のゲームかなんかと勘違いしてる、ね、勘違いしてるね。全員やっつければいいんだろう。そう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 。でもまあ割と後半に行くに従って、うん、その傾向は顕著になっていくけどね。無双に？うん、まあそれはおいおい見て見ながら。そもそもこれ道がもう全く分からなかった。そうだね。だろうって、うん、多分こういうところに隠れ場所がちょこちょこあるってことは、本当はその兵士の人たちが動いてる中で、うん、うん、あ、まだいるもいっぱいいる、そういう動きをするべきなんだなってことに気づき、うん、こういうとこ隠れながらね。そう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 。多分本当にね、うまいことかわしていく人もいるんだろうなって思いながらやってました。あっちにもいる、いっぱいいる。そう結構ね、いっぱいいるんですよ。まあそれは取り入れだからそうなのか、うん、すごい見つかってる。不用意に出ていくあたりあ、今だ、これを使う時だ。そう来たって隠れてね。これ地図の切り替えできないのかね。多分ね、できないんだと思う。わかんない。なんかもう近くのこうなんか見る地図みたいな。多分できなかった気がする。ここにこれでね、気づいたの。正しいやり方を。この火薬だって。そう。これ点火して、うん、ここに隠れれば。一応もう一回隠れてみた。シミュレーションで、ね、入念なリハーサルをねでその後こっちに行く。そうすると誰もいない、そこになんか藁とか草むらがあるから、そこに隠れる、きっとそこに隠れられるみたいなっていう、今下調べをしてるわけね。そう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 。じゃあこの後もう本当に素晴らしく、もうささささってあの藁に隠れるところまで見せていただけると行くと思いたいなんかね、多分ね、どうやったんだろうな、俺多分その流れ通りにこんだけ、こんだけだってもう見てるもん、敵兵の動きをねしっかり見てるから、しっかり見てタイミングもさすがにね、ほら行くよ、頭に入ってるんじゃなかろうか。え、どこ行くの？あ、そっちにも誰かにどうなってるかね、見とかないといけないもんね。そう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 。確かにね。多分なんかね、もうワンチャンこっからいけんじゃねえかみたいな、なんかこう雑な発想をちょっとね。あ、まだ見つかりそうだよ。あそこにも転化するとこあるなーって思ったんだね。多すぎないって思いつつ、ちょっとビビりながら、うん、口笛吹いてない？口笛吹いたら一人ぐらい来ねえのかとか、まあ、いろいろね、本当ね、やっぱね、考えてやってるんだろうし、まあ喧嘩するのかな、じゃあ。だよね。あ、した。はい。ほら、ここまではね、計画通りですよ。スムーズ。うん、まあスムーズではないけどね、どんだけ時間かけてんだみたいなとこあるけど、来たかな。でもう早速の計算違いが起きていることにお気づきかどうかわからない。こっちから来ないって。そう、逆側から来てるね。こ出た。でも多分大丈夫だっつって。もう危ねえ。危ない。今やってなって。なってこっちに来たらまだいるやん。いるしってなってまあここでほら。お。なんかそれっぽい。ぽいよ、いいよ。まあ計算違いはあったけど。そうだね。若干のね。2人来ちゃった。見つかっちゃった。これがね、結局まだね、また斧の人じゃん。そう、斧の人が本当にね、面倒くさくて、でも比較的ね、簡単にそういった方なのかな。まだいる、まだいる。来ないね。あっ。私も遠いでしょう。で、さこれさ不思議なのはさ、こうやって外草むらに隠れてないさ、ああいう倒れてるのとかさ、割と今回の敵兵気にしないんだよね。そうだね。うん。なんか前とか結構気にして寄ってきたりとか、なんか見つけるとなんかあれみたいな、そうそういうのがあった気がするんだけど、割とガバガバだなって思いつつ、まあそれ以上にガバガバな朝日がここにいるわけだけど、また点火した。でこれ点火して、うん、そしたらここから階段から人が降りてくるのではみたいな感じで一回爆破してみたわけですよ。今ワクワクしながら待ってるんだ。待ってる。この右側の階段からカタ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 って降りてくるかなって。あれ？もう目標地点までもぬけの殻になるんじゃないかっていう。あ、でも降りてきたな。案の定こう降りてきたわけですよ。いっぱい来た。そう、これはもうね、作戦通りだなって。お、来たいっぱい来たね。で彼らが。あっちに行ってると見計らって「今だ」って抜け出して階段登ると、まあ、結局気づかれるは本当に気づかれてるはまだいるし、上には上でまだいるしでもここにあったらラッキーと思ってこれでもなんかねちょっとぽくないですか。そうだね、ギリギリの誤差だよね。そうで結局何にも敵兵の動き見たいなって思いつつも、敵兵がどこにいるのかもとかこの視界上全く何にも見えず、うん、鷹の目使って見えないのかな。あのね、多分ね鷹の目使えば見れるんだと思う。あの人何してんだろう、すごい部屋歩いてる。そう、あいつも使い手なんだなと思いながら戻ってった。そう、あんな戻り方あるって思う見てたのは覚えてるけど、ちょっと登りたかったじゃん平に。なんかさ、そこね、いろんなところにビコンってなるとびっくりして、上にいるわけですけど、ああまた落としちゃうよ下に。あ、落としちゃった。結局落とす。あ、撃たれてる。困るとこで戦うっていうね。でも海の方落としちゃえばいいんだ。そう落とせばなんとかって思ったら次々やっぱ結構上に上がってきてるから、結局なんか下にいた人全部上がってきたんじゃないの。そう、多分上がってきたし、全部なんなら倒したみたいな。すごい足開いてるな。そうこいつなんか結構どんな体柔らかい、すごい軟体動物みたいなのかなと思って結局何しに来たんだっけ、ね、だから荷物、あ、これでついにここか。ああよかった、うん、で自分の荷物見つけて、あ、これが自分の荷物。そうこれはこれ砂糖ですよ。でも全然ほら取る気ない。え、砂糖はもう取り返す気ないんですよこいつ。ほんとゲスだなと思いつつ、でも俺ももうこれが一番手っ取り早いと思って潜ってくから、多分仮に砂糖持っててもびっちゃびちゃになってた、溶けちゃうね、うんかな。で泳いで戻ってきたわけね。戻ってきた感じですね。かわいそうに、砂糖ないっていうの一つもね残念そうに言わないし、広いものですよ。まあちょっとだけあれなんだね、お金だけは返したんだね。ずっといるのかね。そうだね、何週間かいるよ。それからバルバドスに戻る。退屈な日々の待つ家庭にね、戻ることはないさ。多少なり両親はあるんだろうね、きっとね。ナッソーは海賊のたまり場じゃなかったか。多分だから今回の潜入だったりとか鍵盗むとかっていうので、おそらく上手い人なら5分もかからずやれることなのかもしれないけど、こんな長くかかってないのかもしれない。まあこんな感じでしたね。まあこれから先もね、似たようなことをやっていくと思いますし、多少こいつにあれなんだけど情があるんだろうね、本名を言い出すってことはね。そうだね、ちょっと仲間意識というかね。そうそうそう。まあ今後ね、このエドワードの成長、さらなる成長があるかもしれないので、期待していただければと思います。はい。じゃあ今回はこれまで、ここまでですね。ここまでですね。はい。じゃあまた次の動画で会いましょう。またねー。バイバーイ。